重ねて今アップデートされた後でも撃墜即死を決めてしまうという、コンボをやってますね。でカロエグさん、カロエグさんはねもう、4の頃からですけど操作精度がすごいピカイチなんですよね。難しい操作を難なくこなすと、ただちょっと難しいんでねちょっと操作ミスした時に崩れる感じかなというような感じはありますが、さあはい、さあ行きましょう。ちょっと画像映ってませんでしたけど、ルイージ VS ピチュ、さあ軽いピチュにこの強力なコンボを叩き込めるか、グラフィックルイージ、もしくはカロエグピチュがこのルイピチュを粉砕していくのか。さあ下強、このねルイージの下強、下強の技は下強という技、全体フレーム13とかいう謎の技。そしてこの新しく手に入れたゼット、ああもったいない、これはかなり痛い。今の撃墜確定だったが撃墜したかね、問題なし。さあここからカルピスの守りが光るか、それともカレグがそれをこじ開けるか。クエヌやはりね掴みを狙っていきますね。ルイジの火力源といえば掴み、空下から空へ空へ、ええー、いや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 なんじゃこりゃこれは波乱の予感。さあ空上を絡めたこの鋭いコンボ、お互いにコンボが熱い。崖前から空中しろ、うまいですね。ここでルイージの空中下火、これはね無敵がねついてます。無敵が1フレーム目からついてるというな、かなり強力です。ああうまい、そっと下に行くのを読んでしっかり空下を決めていくカロエグピチュ。さあカルピス、これはしんどいか、あれ火力が高いのでは。これは面白い試合になってきた。さあ下強、下強ダッシュ A79%。 さあここで下 B を、ここはしっかり崖上がりを選択している。下スマッシュ、ああ撃墜しない、さすがに下スマッシュの先端はさすがに撃墜しない。いい、いやいやいや、そっちかーい。雷か、いや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 なんじゃこのビチ。パーセント再現できそう、第三者のコントローラーでなんか選んでパーセント再現できるんだ、パーセント再現。いやーやべえな今のコンボは。さあカロエグピチュ極まってるか、それともいやパーセント再現で、うん、ストックもね、ストックも当たり前だけど、うん、さあ行きましょうか、ルイージ VS ピチュ。さあちなみにね、ルイージピチュかなりルイージしんどいというふうにね復帰してもありますし、さあ行きましょう、カルピス VS カロエグ。第2戦も同じくこの戦場で行われる。さあ弱 27% 横強の選択、おそらく下強かなと思うけど、さあここでしっかり雷でディレをかけて、さあ下強の崖の上の下強、わあここでウビを見せていく。さあ強気、ここは空前で上がってきて下強渡らず空前。さあ最初パーセントを取って、最初パーセントを取ってるのはカルビス・ルイージだが、やはりねピチュー先ほどのようなコンボがあるのでわからないぞ。空中しろ、下損し当たらず空前。さあカルピス今度は押している、掴んで、あっ、あこれはさすがにね、あっあっていっちゃうんだよなピチューがなんか触られると。さあここでサイクロン見せていったが、これはきっとねピチューが暴れてくるだろう読みの、さらにサイクロンで無敵を合わせた技でしたが当たらず、空下からのサイクロン、クエム弱、ここはダッシュ A 選択 157%。 今回のルイージの、ね、ダッシュ A は飛びます、かなり飛ぶ技になっているので気合が必要かもしれない。さあ空中しろ、うまい横強に対して上スマッシュ最速反撃。さあしかしここカロエグピチュ何か見せてくれそうな感じするけど、いやいややめてほしい、心臓に悪い。さあしかし心臓に悪いのはこちらも一緒だが、ルイージもな、あーこれは空中しろで撃墜、復活しが強い。
さあカルビスルイジここから正念場か。カルグビチェもここから軽く取っていきたいところだが、クエクエヌクエヌダッシュが足らず、クエヌからクダッシュへ、クウエクウマへ、さあクウエ、さあこのねカルグビチェが一回触った時に何か起こしてくれそうな感じがすごいですね。さあ復活しがきつい、クシがキテイがしっかり返ってくる、よこせました、当たらず、ダッシュ読んでしまいパーセントまだ5分、おっとここでサイクロンこすっている、しっかり暴れべ、少しでもコンボ研ぎ出したら当てれてやるぞという表れですね、石野、おっとダッシュ 74% 下京ダッシュ、下京の当たすきなさすぎてほぼ何もしてない、おっとサイクロン、これは 106% だが激励しない、サイクロン飛ぶんですよね、飛ぶようになりました今回のアップデートで。ここは帰って、いやいやどっから帰ってくるね空中しろ、これはきついか、暴発したいやー十分、これもしかしてやめてくれ乗ってきたぞこの男、雷雷しっかり撃墜して、あえ嘘嘘でしょ、サイクロンで飛びすぎでしょ、さあ、ああうまいいやいやいや、この試合めっちゃおもろいぞお互い火力しか求めてなしおもろい試合、これ永遠に見ていたいが、これが最後ですね、一応この試合でマッチアップでは、マッチアップというかこの対戦ではね、きっとねお互いもねすごい面白いと思うんですよね。これはルイージが花咲くか、カロエグのピチューが花咲くか、行きましょう3戦目、カルピス VS カロエグ、ステージはカロスポケモンリーグ。さあこのステージちょっとね天井が高くなりますので、ルイージにとってちょっと向かい風かなという感じはしますが、あれ、あ、音出てない、え、さあダッシュ、さあここはしっかりキュッポンで牽制をしつつ、このねキュッポン判定残るんですよね、地上でやっても空中で出してる限り地上で判定が残ります。この判定をうまく利用した崖の攻め、このカルピスルイージ後ろ空前から横スマッシュを当てて、ね、前サイクロンで暴れている、いい変更、いい吹っ飛び出しですね。さあここはどうなる、キュッポン離らさらず、あっこれはもしかし、いやさすがに非常にうまい、あれ変更逆だったらきっと撃墜してるんですよね。さあ横目スマッシュ、サイクロンまたもや、さあカルピス乗ってるぞ、クエヌ掴んでピーチュー、あっもしかして、あっとしかし 53% 高いんだよな、失敗してもこれは帰って、うまい、あピチューが、ピチューが死んでる、あれ両方死んでる、さあしかしこれはカルピスにとってはかなり美味しい展開でしょう、あ掴めない、さあ掴みたい掴みたい、ルイージクーメン、クーシロ、え火力が高いぞ、さあキュッポンで牽制しつつ、ストックリードしてるのはカルピス、追いつかないといけない、まあ、カロエグ、さあどう追いつく、うわいや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 そういうことする、しかしここはカロエグ落ち着いて試合を運んでいきたいが、着横スマッシュ、いや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 なんだこいつらさあサイクロンはここはしっかり1フレーム無敵だったが、ずっと無敵の起き上がり攻撃には勝てず、おジャクうまい、読んでるのか、さあサイクロン掴んで前投げ、さあしかしこれルイージは帰ってこれるか、帰ってくる、さあ、あっ横強、え撃墜してない、また危ない危ないし撃墜、さあ分からんぞ、カロエグ見せてくれ、ここから
ピチューならやってくれる。何が起きてもおかしくないよ。あっ、こう起き上がってびっくりした。キュッポン、あっちょっと待って、空中しろ。いや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 、うそうそ。やってしまった、カロエグ、スーパープレー、試合をひっくり返した雷。これは思わずガッツポーズ、脇腹痛いそうですよ。メンタル強者でしたね今のは。素晴らしい、カルビさん惜しかった。いやあ、でもちょい我慢やった。そうだな、下気を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 下気だったな。